岐阜の異端児滝です。微走。あ、間違えた間違えた。え、もう、あ、あら、フルハウス壊しちゃった。これいける。マジでフルハウス壊した。最悪や。あら、終わった。さんにあだ名じゃあ2ペアだな。何これいけ。よく喋るおっさん。いやこいつ殺す。あ、おお、これ意外といけるんじゃないか。はい、2ペア。ナイスー。はい、2ペア。負けてるしな、お前。お前じゃねえ、よかった。番長、聞こえてる声。イレブンでした。あれ、番長喋ってないよね。番長、聞こえてます。あ、よかった。聞こえてます。マイキお願いします。お願いします。あ、すげえ、光ってる人少な。お前だけやな。うわぁ、マウント取ってるわ。パキンアピやめろ、パキンアピ。なんで、聞いてねえよ。でもなんで光ってる人が少ないかって、あなたが、フレンドで呼ぶか呼ばないか。あ、確かに。人を排除してってるから。光ったら呼ばれなくなるかもしれない。光ったら呼ばれなくなる。よかった。希望がありました。はい、今4個です。4個です。天空いないから、天空いないから僕運転するよ。お、ありがとう。さすが。ありがとうね。やばい。どこから呼ばないっていう。何来たん。タブ押してしまう。僕しか入ってない。ハメノフやん。まあまあ、傀儡に2人は入れてないんだ。痛すぎ。指打ちまくったった。当たったの？操作方法を忘れてしまった。刺さってるわ。刺さってる。心臓打ち抜かれた。何やこれ。速攻罠仕掛けてるやつ。大変。まあでもここで無駄に罠を使うのは白いな。しかも弓三発も弓あと一発しかないから。うん、苦戦して船を動かしてる。石炭は取ったよ。桜さん確定離脱した。あ、マジ。いや、うん、番長も僕目線確定です。あ、そうなんだ。それは二人が、まあ、それは僕が虚言かもしれないけど、とりあえず二人確定。なるほど。船進まなすぎじゃね。あ、俺が石炭いっぱい持ってきたよ。ホワイトアウト。バケ上行って、うん、石炭6個持ってきました。おー、ナイスすぎる。あ、何個入れた？黒はもう確定してるらしい。うん、そう。なんかね、あの、サクヤさんが確定で、で、バブルケーキが言うには番長も傀儡らしい。オッケーオッケー。らしい。これ、まっすぐ進んでるけど、前見えないんで分かんないです。うん。それはちょっと、はい、進めないとなと思って進めちゃった。オッケー、ありがとうございます。乗りまーす。はい。あ、オッケー、大丈夫、大丈夫。開けてきた、開けてきた。まっすぐ、まっすぐ。オッケーオッケー。後手は3つ壊してます、僕。ナイス。あ、見えるこれ。料理作ります。料理作るよ。一旦止まった。あ、俺運転するよ、じゃあ入れてくれたら。あ、オッケー。え、でも今ホワイトアウト中だよ、大丈夫。あ、大丈夫大丈夫、見える見える。もう開けてるよ。開けてる。うん。あ、下に3個入ってる、これ柿さん。うん、そうそうそう。ナイス。アイス。腹が減って本当に死にそうになってます。お肉も全然大丈夫。まだ大丈夫。はーい。あー、そう、金鉄つけて。うわ、カエル。やば。カエル。ごめんごめん、なんか天井からカエルが落ちてきた。ね、それ家の話ですか。家の話。やば。カエルが。カエルが野良湧きしてんの。カエル野良湧きしてる。カエル、え、僕普通にキーボードぶん殴りますよ、そんな状態に。マジで本中苦手、なんか苦手なんで、そういう系。リビッチ使っちゃった。どうぞ。はい、パンチ使います。空きありますよ。はい、ありがとう。あ、二人とも離脱しちゃったかな。治ってるよこれ。温まっとる間に。あ、僕今もらいました。カエルの写真撮るか。あと、あと一箇所ない。釘が。
釘ね、そう、俺木はいっぱいあるんやけど、釘が、ごめんね。ちょっと取ってくるね。じゃあちょっとスクラップとかも。あ、料理あります、料理。あ、料理ちょうだい、パン君。アキさん、後ろ。はい。あ、ありがとう、ありがとう。2つ渡す。入れまーす。あ、待って待って。あ、いいよいいよ、入れちゃっていいよ。直す。あ、オッケーですか、行きますよ。あれ、どこだ、ね、どういうやつか。あと、歯車、ワークベンチに入れてる。いいよ、動かしちゃって、バブケ。いいよ。オッケーです。これ直した。あ、これもう、2個しか入れてないです。確定だと思うわ。あ、オッケー。これ開けたら追加するね。オッケーです。これ、右、氷山ぶつかりながらも曲がりますね。うん、いいよ。あ、誰？お前帰りの人から死んじゃった。あ、オッケー。さすが。あ、これもね。どのくらい曲がるんだろう、これ。これ、昨夜確定で、番長も絶対確定。オッケー。よしよし、直そう。マジで、初手2分くらいで両方特定しちゃった。すごい、何が？なんか、傀儡の会話というか、なんか、トーテムの前で2人が会話してるのこっそり聞いてた。どこですか、これ。中間地点、全然。お前どうせ初手に取る言ってたんだろ。いや違う、料理作ってもう、うん、あれ第二次の料理やってた。俺今第二次のシチューやってるから、みんなそれ食っていいよ。いや俺作ってるから。いや第二次、これ結構なんか沼かもしれない。あ、オッケー。小屋に、左の小屋に2つトーテム立ってた。おお、ナイス。おお、めっちゃ立って、ホワイトアウトしてくるやん。石炭5個持ってきた。オッケー。これね、相当進めれるね。俺も石炭5個あるから。あ、これね、団長確定で。オッケー。あ、で今シチュー作ってるから。オッケー。あと半分。これじゃあ開けたらすぐ運転するね、俺。で油身材料にしてるからシチュー燃やさないでね、今度は。はい。あれシチュー30秒いくよ。オッケー、ちょっと待って。もうあと時計で言うと今9ぐらいだから、あと待って7個になってる今。あきさんにこのホワイトアウトを開けたら絶対打てないから。そうね。いやもう運転始めてもいいと思うよ。マジ場所が分からんだけど大丈夫。いやー微妙じゃない。いいんじゃない開けてからでいいんじゃない。またここで壊れたらだるいし。オッケー、これ運転する。開けました。ないと思うよ。運転する。あー、まあ割といいところかな。お願いします。はい。珍しいな、こんな質問。まあ何シューできた、取って。まあ、じゃあ。シューいただきます。これマスケットチャレンジ頑張ろう。2人に。あ、そうね、マスケット開けていいわ。ぶっ込みよ、みんな。はーい。買うね。はーい。まあ、1個も拾ってないからまだいいの。拾ってない。ちょっと僕、ゾンビ村の方行ってきます。オッケー、気をつけてね。はーい。シチュー持ってく？あ、持ってます。はーい。一緒に行くわ。多分、シチューやと思ってるかも。外来召喚ね。いいね。あ、これ村の横まで進みます。村の横。おーい、ナイス。マジャガリさんの土を置いとくよ。よし、行くぞ。これ後悔し足早いから本当は探索行った方が良かったな。ん？いや、航海士って足早いから運転するべきじゃないなって思った、今。いや、まあいいんじゃない。さきさん。はい。さ、役職何？俺、航海士。パン君は何？パン君は料理人。ナイス。よし。お、そう、いいタイミングだね。ちょうどなくなった。オッケー。骨1本ありますか？骨ない。え、何？パン君、パン君つかなくていいよ。パン君つかなくていいよ。銃あげる。あ、了解。やった。厳密にはこれでいい？あ、ありがとうございます。ここは漁ってあるんだな。暗いな。あ、挟ってあるの。頑張
るぞ。やったねー。やな。あれ。何もできない。よいしょー。次3日目。次3日目。OK。まあでもじゃあちょうどいいぐらいですね、うん、もう風雪の。そう、まだ石炭3個持ってるからね。オッケーオッケー。いや、これ真っ直ぐだったら運転していいっすよ。多分直せるんで。そう。うん、ぶつけても運転した方がいいと思う。わかった。じゃあ行くわ。よーし。公開しむずいっす。まあ、あと、4人っていうの。4人じゃない、7人か。そうね、7人だから進まないでしゃあないからね。よし。ああ、ちょうど開けたわ。よかったよかったよ。アムサがあったので、みんなが多分戻ってくる方を早くと。これ耐えられるかどうかっすね、クルーが。ああ、頑張れ。頑張れ。頑張れ、クルー。あれ、これ僕だわ。あ、マジ？今止まって止まって止まって。あ、止まって、OKOK、はい。オッケー大丈夫だよ、オッケー、助かった、助かった、ナイスナイス、これ、ダブル僕かもしれない。お、ラッキーなんだよ。めっちゃラッキー。俺らダブル、俺ら。いや、多分僕らが村で襲われてますから。あ、マジ？これ、流れだな。水垂れて助けに行ってあげていいと思うよ。いや、帰れる帰れる。帰れる。オッケー、直す。うわー、パン君、ご飯ある？赤谷さんが狙われてる。あるよ、牢屋の中に入ってる。牢屋の中。僕は僕だから、大丈夫、帰ってこれた、大丈夫。ナイス。いや、クルーしかいないんだから隠す必要ないだろ。いや、マジ計算通り、確かに。やばい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 、痛い。いや、わからんよ、どのタイミングで入ってきて毒仕込まれるかわからん。ガブ帰ってきた。あ、帰ってきました、オッケー。なったよ。パン君、最近のあれだけど、ああいえばこういうような、結構学校の先生嫌われるタイプでしょ。嫌われませんよ。みんな武器庫見た。船武器庫見た。見てない。まあ、コード持ってないですね、僕。あ、オッケー、持ってるんですね。石炭入れていいっすか？あ、いいよいいよ、入れちゃって入れちゃって。これもう今入れよう、あのホワイトアウト絶対打てないから。運転するわ、運転する。2個石炭入れました。はい、これもう追加で入れた1個。いいねー、ナイス。あ、全員グランダル来るかもだから釘作っときますね。そうね。あ、ナイス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 。クラップ2つある？これあるよ、なんで？あ、武器。カエルめちゃくちゃおとなしいんやけど、ずっとおるんやけど、ずっと動かずにいるんやけど、すごいな。オッケー、この試合で見とるしか。ありがとうございます。弾入れます？パン君、まあ、あとはまっすぐだから2個落としますね。もう真ん中の後ろ置いときます。アキさん、もう1個追加で入れて大丈夫？いいよ、後ろ置いときます。大丈夫、ありがとう。オッケー、よし、頑張ろう。プテさん知らなかったんだ、すげえな。耐えた。ご飯ある？あ、ご飯、ロー屋の中に入ります。ここにいっぱいあります。間に合わなかったよ。あ、僕もちょっと、あ、ごめん、入れてたわ、普通に。ここに追加で。オッケー、ぽいぽい。あ、もう1個だけあるな、ごめん、落ちてた。これ俺が落としたんかな、まあいいや。手持ち焼きあったら持ってってもいい。さあ、まっすぐでいい。まっすぐで大丈夫。オッケー。あと、ここにもあります、この。いろんなところにあるな。なんで仲間しかいないのに散らばらせてんだ、こいつは。審判大丈夫？審判、いや、プテさん帰ってきてる方、バブ系だな。バブ系死ぬのか。あ、バブ系死んだな。残念ながら。どこか。頑張れ。さあ、乗れ乗れ。ナイスー。戻ってきた戻ってきた。夢で殺した。これ追加で入れる必要ある。いいよ、2個入れて、2個これ2個入れ、2個入れていい。いいよ、2個入れていいよ。オッケーオッケー。あ、これ終わっちゃったから入れたけど、燃やすわ、点火するわ、ちょっと待って。あれ早い、いける、大丈夫。うん、いいよ、行きましょう。いや、入れた。そうね、オッケー、出発してます。はい、はいよ。海鮮で2個トーテム壊しておきました。ナイス。プテさんだけ行っちゃったよ、追いかけなくていい。いや、追いかけた方がいい。うん、困るよ、じゃあ。
あのプテさんは止まんないからな、放置でいいかもしれんけどな。右穴かけるよ。はい、まだだけ右はな、右でいいよ。オッケー、右ね。はい、なくない？あるある、右送れ。よし、じゃあ行くね。もう行っていいよ。はい、鍵行きます。配線から行きます。おーい、あれバブいる。おーい、もうちょい前っすね。合いますよ。ちょっとバブも来てほしい。かかったかかったかかった。あ、マジ見えんか。おい、ちょ、僕です僕です。いや、僕です。あ、行こう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 。話聞いたけ。いい。で見えんかった。4人で話してたわ。あいつマジでバカだよな。待って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 。いや、まさか東大上から2人で行ったら、いや、待って、ストップストップ。東大上から2人で幽霊歩きしてた今。あ、マジ？あ、じゃあ、うん。多分今船。え？船。あ、なるほど。船に攻めてきた。船警戒、船警戒。あ、了解。あ、じゃあ俺だけ行ってくるわ。俺だけ行ってくる。逆に今東大いないの？うん。俺行ってくるわ、じゃあ。俺も行く。3人そっち行って2人で行くわ。チャーンス。灯台を開けるのはな、どういう作戦なんだろう。ただ残像かもしれんけどな、彼が見て。罠ある罠ある罠ある。あ、しまった、しまった。罠1個だからこっから登れる。声聞こえる。あ、マジ？え？あ、配線にいると思う。配線？マジ？あ、灯台めっちゃある。よっしゃー。えい。じゃあ近くにいるはずや、絶対。近くにいるけど、うん、まあしばらく何もできないから。そう、トーテムもめっちゃ壊してるからね、こっち。番長すまん、先行くぞ。配線にいるかも、プテさん。配線にいるかも。プテさん、プテさん。はいはい、多分配線にいると思うから気付けて。オッケーオッケー。なんか戻ってった。さあ、プテさんのトーテムなし。あ、トーテムある、トーテムある、トーテム壊します。あ、ニトロあった、ニトロあった。マシガリさん持ってって。はい、ここ置いてくよ。え、クマ生きてるよ。あ、そうだ、クマやっといて。じゃあオッケー、トーテム壊しとく。オッケー、トーテム1個ね。多分やった。お疲れ様です。よし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 、やってるやってる。桟橋側から OK。 医師と牧師ね。医師と牧師。サクヤさんの声聞こえる。オッケー。何て言いなさいましたか。あ、来た。今から行くからね。どこだ。死ねー死ねー、おらーおらー。どうだ、死んだか。え、すごいな。こっち公開したから足早いんだよ。東大行こう、東大行こう、東大行こう。待って、俺罠ある。落ちた、2人とも倒ったんじゃない。滝強えな。どういう状況。2人とも倒した、カイレ倒した。カイレ2人倒した。滝がニトロで倒した。いや、カキさん、今のはマジで動画映えするよ。人かっこいい、今の。いや、これ公開師の強みよ、これが。いや、カキさんマジで今のかっこよかった。多分番長このゲーム二度とやりたくなくなった。どういうプレイしたの。あのね、あ、ニトロを敵が置いてたのを拾って突っ込んで敵に寒いで、ぶん投げて自分だけ逃げてカエル倒した。あははは、マジで今のは人狼ジャッジメントの時はありえない、ティアワンの。あらしからちゃんとしたプレイになったね。ちなみに、あれ、はい、クマはクマ倒したよ。悪魔も死んでる。素晴らしいプレイヤーだ。あ、ちなみにニトロもう一個見つけたわ。マジ？はい。ニトロ用意しとったのに逃げたんやな。なんでやろう。めっちゃ食らった。あ、もうダメそう。俺は見捨てるしかない。見捨てるしかない。俺のことは見捨てるくれ。見捨てるって海でやっぱ捨てたわ。まずい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 。これちょっと石炭投げるから、これ取っといて。はいはいはい、大丈夫。
あー、おー、はい、あ、すごい、うまい、石炭投げるの。うまっ。あとはかかってろ。はい、ナイスー。ゴール、ゴールできる。ほんま早い。あれ、待って。ナイス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 いいねー結構なかったはずだけどなぁ、フッタン見た感じ、ナイスファイトーナイスファイトネファイネファイおぉ、結構でした。いただいてきまーす。はいよ。石炭って余裕でしたか？石炭余裕だよね。余裕か。まあね。うん、まあでもなんか序盤の進みが遅かったくらいです、うん。なんかトーテムがねめちゃくちゃ壊せたからそれがきつかったと思うそっち。あ、だと思う。いやトーテムはめちゃだったから全然。あ、そう。壊されても8本ぐらいはあったかな。へえ。うん、あれさ、幽霊歩きしてどこ行こうと思ったの？東大から。一人敗戦の人やりに行きますかってなって。うん、ああ、なるほど。行ったらなんか全員なんかこっち来てるぐらい。みんな来たから。やばいやばいやばいってなって。まあ、それ一人残ってもよかったですね。そうですね、ステイル。一人行って一人残ればよかった。だってニトロ用意してるんならやっぱニトロ使って攻撃した方が強いと思う。そうですね。罠も仕掛けてあったはずなんですよ。あら。